ユッシ・アースケライネンは、フィンランド、南サボ県、ミッケリ出身の元サッカー選手。元フィンランド代表。ポジションは GK。1992年、地元クラブのミッケリンパロイラートで、プロデビュー。1996年に、バーサンパロセウラに移籍。1997年、活躍が認められイングランドプレミアリーグの、ボルトンワンダラーズ FC に移籍。以後10年以上にわたり正 GK として活躍した。ボルトンでは、いずれも短期間ではあったが、中田英寿、西澤明則とチームメイトだった。しかし、2011年からは、ボグダーン・アダームにレギュラーを奪われるようになった。2012年6月13日にボルトンとの契約満了により、ロバート・グリーンが退団したウエストハム・ユナイテッド FC への移籍が決定した。2015年8月11日、ウィガンアスレティック FC に移籍。2017年9月1日、ATK に移籍。2018年1月19日現役引退フィンランド代表デビューは、1998年3月25日のマルタ戦。しかし、同時期にアンティ・ニエミがいたために、あまり出番はなかった。ニエミが代表を退いた2005年からは、正 GK として活躍した。2009年10月30日、若手に出場機会を与えるために、代表からの引退を表明した。しかしながら2010年10月12日に、ユーロ2012の予選にて、オットー・フレデリクソンの怪我による代理招集を受け入れると、ハンガリー戦に先発出場し、キャップを56に増やした。ありがとうございます。